納車して4年ぐらい経って、だいぶバンクの艶がなくなってきました。今現状こんな感じ。映ってるかね。こっちの方はねまだ結構艶があるんやけども、この正面一番おでこのところね、ここの艶がだんだん洗車しても綺麗にならなくなってきました。こっちの辺も結構、横は結構ねこんな感じでツヤツヤ。これをね今回どないかしたいなということで対策をしたいと思ってます。はい、旅しばチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。ね、今日は、昨日の晩仕事終わりからね、出発して、荷物まとめて出発して、カリアハイウェイオアシスで仮眠しました。今日向かっているのは東京、珍しく東京、旅行じゃなくてね、東京のね青梅にある、エスファクトリーさんっていうコーティング屋さんに向かってます。はい、店に行くの、見積もり。ちょっとねそこのコーティング屋さんは今までのねコーティング屋さんとちょっと違ってね、まあ、普通のコーティングもやってくれるんやけども、キャンピングカーのねシェルの部分、FRP の保護のためにクリア塗装をしてからコーティングしてくれることで、それも比較的リーズナブルな価格でやってくれるということで、前々からねちょっとネットで見て気にはなってたんですけども、まあ、ただ東京ということでちょっと遠いからね二の足踏んでたんやけども、エスファクトリーさん行った後にねちょっと関東の方でね用事があったんで、まあ、ついでというかそれに絡めて行くことにしました。それではレッツゴー。はい、レッツゴー。はい、やっと到着しそうです。遠かったな。うん、5時間かかったのかな、カリアから。そんなかかった、まあ、混んでたからな、途中渋滞な。だいぶ混んでたな。はい、今からね、ちょっと行っていろいろ話聞きたいと思います。はい、青梅街道へ初めて走る。東京へ、東京。これや、これ、あ、あっちやと思う。あ、ここや。到着。この間ボルテックスジェネレーターっていうのね、ルーフとかに貼ってたんやけど、それをねいらんもん剥がしてたんやけど、今剥がしてたらこんなに。ボディがね4年で思った以上に劣化してる。これチョーキングいてこう吹いてる状態ね。びっくり。到着でーす。到着しました。おはようございます。
な、ここ止めさせてもらいますね。はい、結構です。はい、おはようございます。到着しました。到着です。はじめまして、はい、S ファクトリー私店長の杉浦と申します。今回あのご縁ではるばる大阪から、来ていただきまして誠にありがとうございました。お願いします。うちの推しの一つであるんですけれども、このキャンピングカーの、 あの劣化していく FRP だとかそういったものをあの再生させていただいて、あの綺麗にあの快適に長くご利用いただければなということで、あの特別にご用意しているキャンピングカー用 の、 あのクリアコーティングのメニューでございますので、あのぜひあの一生懸命やりますので、よろしくお願いします。お仲間にもぜひご紹介いただければ。ほんまにでもあの長く乗ろうと思ったらあの綺麗にしたい、ただのコーティングだけではなかなか持たないですね実際ね。そこに対してクリアな塗装を塗っていただいて、その上からまたコーティングをしてもらえるということで、またあといろんな要望にもね答えていただけるんですよね、はい、今回もあのうちも横のところはコーティングしない状態でやってもらうんですけども、あのいろいろそのお客さんの、ね、予算だとかね要望を聞いていただいて、ここはやってほしい、ここはやらない、あと色も乗せれるんですよね。そうですね、お好みであればカラーで流行りのあのマットブラックに塗ったりとか、お好みの色で塗ったりも可能でございます。ね、あのね、また黄色ね、黄色っぽくなったところもね、白で塗り直すって方もそうですね、ご予算だとか範囲だとか、ね、その辺は基盤に設けて、なるべく皆様のお好みにそぐえればなと思って。そう、あとコーティングなしっていうパターンもできるんですよね。そうですね、ご予算でやっぱりね、そう、FRPの再生だけっていう形もできるから、あのちょっとね、そこお金ないからとりあえず再生だけしてほしいという形にして、まあ、後日また、ねね、コーティングという形もできるんで、あのすごくあのユーザーさんに沿ってやっていただけるんで、あともう楽しみで完成を待ちたい。ちょっとプレッシャーです。いや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 、いつも通りやっていただけたらあのピカピカなるんで絶対な。わざわざもう大阪から来る、本当ですよ ね、 ね、それも本当にあるんですね、全国一応サービスとしてはね、あるんですね、はい、あの配送サービスもね。そうです、なかなか使いにくいかもしれない。ご予算いただければ全国をね、通路あるどこでもお引き取り行ったりします。はい、行っていただけたらと思います。はい、本田君よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。スタッフ剣で立てなければせめてちょっとやればねいけたんだけど、立てちゃってるんでもうねどうしようもないですか、ダメなんですよね。あと50センチ上げればスプートンも入ったんですけど、もうそれだけ失敗でしたね。またキャブトンの方がこういうのもあるんだけどやってみないかっていうんで、うん、まあ、すみませんでしたね。そんなところで皆さん困ってるわけですよね。アミティとかやね。そうそうそう、あの辺は入るんで。え、アミってこと入れたことがあるんですか？ありますあります。あ、そうなんですか。こだわればセラミックからそうなんですよ、ね、いいの入れられますもんね。こだわればね、金額がね上がっちゃうから、ね、そうですね、まあ、そこはもういろいろ要相談ですもんね、予算に合わせて。確かにそのね、キャブコン外でやるっていうのがね、やっぱそれではっていう人はいてるやろうから、それでもいいですよっていうのであればね、その仕上がりね、その辺も仕上がりもだからもうね、次にしてもらった時に見てもらって、それで納得できるんだったらね。
今からキャンピングカー取りに行きます。朝一の新幹線行ってきます。動画撮ってる、お前を撮ってるわ。東京到着だぜ。小田区駅に到着。遠かったな。4時間半ぐらい。どっから？家から。家から。家から。4時半に出たね。6時間、すげえな、かかったね。デリカで来てくれてるんだね、シルバーの。あた、おはようございます。すいません、ありがとうございます。おはようございます。すいません、助かりました。わざわざピカピカなった。昔よう言うたじゃないですか、納車されてすぐの車って洗わん方がいいとか言って。しばらく1ヶ月とか。ああ、それは全然ないです。大丈夫です。はい。もう洗っても、うん、大丈夫です。申し訳ないの、乗っちゃダメって申し訳ないですけど、うん、大丈夫です。大丈夫です。はい。ピカピカ。まあ、いい弾きしますんで。あ、そうです。洗車も楽だと思いますし。楽しみ。水切りがね、全然いいんですよ。コーティングしとくとやっぱり。そうですよね。ツヤツヤなりました。強い洗剤だと、あの、これを多少なりともこう溶かす、うん、あ、分子構造は、あの、強い洗剤溶かす役割が、あのね、普段ね、シュアラスターのね、使ってるんですよ、カーシャンプー、青いボトルのやつ。それがだから、あの、中性とか、うん、せめて弱アルカリ性と裏見ていただいて、だったらいい。大丈夫。なるほどね。立ってるな、うん、綺麗になった、ね、多少手作業感もそういうことであるんですけど、でもまあ普通に行けば全然問題ないです。これであの白い粉も出ないですからね。大丈夫だ。やったね、よかった、嬉しい。で6年ぐらいつきました。あ、そうなんですか。じゃあこの辺から掘っとくと一気に、そうですね、グッと加速度的にいくんですね。うちもだから今年ぐらいにグッときました。そうですよね、一気にバンクのとこが、うまくできてますね、うん、日当たりの問題とかもあんの。あ、もちろんそれはあるです、ね、うん、紫外線がなんたって一番。そうですよね。だから止まってても北が向いてる面って痛みが少ないんですよ、うんうん、そう、なんかもう感覚的に言ったら古いキャンピングカーはザラザラってイメージで、もう10年とかそれぐらいかなってイメージがおったんですけど、まさか4年3年4年ぐらいで。あ、なるほどね、うん、なるとは思ってなかったから。だからね、うん、時代やっぱり綺麗に乗りたいっていう、ね、そう、多いですね、やっぱ僕も、ね、だから僕買った時はコーティングなんてって思ってたんですよ、キャンピングカーに。前ぐらいは。そう、もったいないし、別に汚れて旅行行くやつやし、枝で傷も入るしと思ってたけど、でもやっぱ洗う手間とか見た目もだんだん汚くなってきたら気分も乗らへんし。そうですよね、うん、違います。こういうところが、これもそう、あれとかもう全部そう。あ、そうなんや。特に左が多かったら、左がなんか日に当たります。そんなことないですか。一応ね、マンションがこっちにあるんですよ、月決めで、うんうんうん、だからただね、雨をこう垂れるのはこっち側に全部こう、こういうのと、そうだよね、気にしてなかった。こういうのを、あの、そういうこと、あの、こういうのを埋めてあげる盾みたいなのがあるんですよ。それをやる埋まるんだけれども、それイコール色を入れなきゃダメなんですよ。クリアだともう大丈夫。これが、そうそう、そういうことね。もう傷んでたってことね。これのことを言ってたよね。一気に来てたんで、ね、
変なちょうど良かったんじゃないですか。汚れみたいな。そうそう。これ見たら何やボツボツボツとこの穴がポコポコこう開いてる。黄ばみの変色。そうですか。かこれがもっとひどくなったら全面こうなっていくってことね。広がるとかポツポツいろんなの出始めるとか。うん、はい、はいはい、だから少なくともどんどん紫外線を抑えた方がいいのでやった甲斐はあるんです。すごい。じゃここで止まるってことですね。そうです比較的ね。うん。加速度来ていっちゃうんで、本当これで止めといて、まあギリギリ良かった年数ですよね、4年経つ。ただもうね、見ればすごい新車みたいなのに見えちゃう。はい。まあだから納車ですぐ来るのが一番いいんですよね。本当はそうですよね。黄ばみもほとんど出なくなる。そうはそうなんですよね、そこでね。だクレアやったら、まあ大体これに僕の近いぐらいの値段で収まるぐらいですね。クレアの場合そうですよね。ここはアルミだから、そうですね。後ろもないし。まあそうです。全体になるとやっぱ25とかまあかかっちゃうんですね。どうしてもね、はい。高級版のやつなんかで、ね、横も全部パネルやけども FRP なんですよ、うん、全部が。そこどうするか。ね、そうなったら全体になったらでさ。いやいや見といてもらえるんですよね。でももうそれで抑えたかったらコーティングなしかよね。とりあえず。とかね。とりあえず止めるっていうだけで、でもコーティングは自分でやってねっていう。そういう感じです。それでも価値ありますよね。クリアだけ入れるだけでも。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にアルバイト。はい。すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。綺麗になりました。ピカピカ。良かったらもう一つなぜなちょっと汚れね、何日か経ってたからな。あ、車、引き取ってきました。ピカピカなったね、うん、めちゃめちゃ、うん、なあ思ってた以上に、うん、ツルツルだったな、うん、これはおすすめやな。やっぱチェックいろいろちょっとまあ見させてもらった時にこうザラッとしてるとこあって、まあ、手塗り感があるのかなと思ったけど、ボディの方が傷んでたみたいで、その針でこうつついたプツ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 穴が開いたみたいな状態になってて、 FRP がね、思いのほかこう自分が気づいてなかっただけで結構劣化が進んでたみたい、うん、な下のパネルのとこもちょっと色が変わってる、汚れてんのかなと思ったら色が変わってる状態やいて、それもまあ直そうと思ったら直せるみたいなんやけど、まあ、パテ盛りしたりとか、まあ、そうなると色も入れなあかんくなってくるんで、まあ、そうなるとまた費用が余分にかかるっていうので、まあ、もうとりあえずそこはもう目をつぶって、うん、まあ、これ以上劣化が進まんようにということで、まあ、とりあえずこれでな10年ぐらいはそうなんや、そうツヤツヤ、うん、まあその乗用車と一緒、乗用車もだから手入れせんかったら言うたら甘じみとかで、うん、な表面が傷むというかこう、うん、なるけど艶は消えへんや基本的には、うん、それに甘じみとかがついて、うん、こうなウォータースポットみたいなのができて、うん、っていうのはあるけど、下の FRP の部分に関してはもう劣化なせえへんから、すごいおすすめやな。だからもう一番いいのはほんま納車のタイミングでしたら、うん、そのカサカサになることもないし色が変わることもないし、一番いいのは納車のタイミングでしてもらったら、まあ、その火を抑えたいってやったらもうコーティング抜いてその塗装だけをやってもらうっていうのができるから、そのなもうさらにもっと予算抑えたかったら上のなバンクの部分、天井部分だけやってもらうとかな、結構細かく対応してくれるから、そこはもう打ち合わせでなそれ次第でここはやるここはやらんっていうのもできるから、めちゃめちゃおすすめ。そんなに費用、これ多分普通のとこで板金屋さんとかあんなとこでやったらこんな値段で絶対すまへん、うん、まあ言うたら今キャンピングカーとかでトリップとか江ノ島かなんかあんなで色塗るオプションがあるやんか、あれ全土して100万以上するからな、うん、それ考えたら、まあ、塗料入れて、まあ、クリア入れるから、まあ、向こうの方が手間はかかるんやけど、それで考えたら、うん、この値段でできるっていうのはもう絶対にない。あとはまあ外なキャブコン大きいタイプアミティはまあ室内でできるみたいやけども、大きい普通のキャブコンは外での作業になるから、まあ日数が
ちょっと横に雨が降ったら作業ができんとか、まあ、どうしても普通のコーティング屋さんで言ったら外でやるコーティングってほとんど基本的にはないから、なあのキーパーとかでスタンドでやってもらうやつなんかって外でやったりとかするけども、ホコリとかあんなん考えたら普通は室内でちゃんとした閉鎖したところでやるのが基本やから、まあ、そこはまあ目つぶる、まあ、それが納得できんやったらここはもうエスバックさんでやることはできんと思うけど、まあ僕やってもらって、お父さんやってもらって見たら十分納得できるレベルで、まあ何かあったらそこはまあ埃がつきましたやったら修正はかけてくれてるから、もう全然この方吹いてな、あんな劣化するのとどっちがいいねって言ったら絶対もう塗装した方がやるんやったらできるだけ早い方がいいし、まあ、仮に進んだとしても、まあ、あのしっかり磨いてからやってくれるから復活するか ら、うん、だからその場合はちょっとひょっとしたらその磨きの工程がちょっと多くなったりとか日数的にかかるから若干値段的には上がってくる可能性はあるけど、まあ、今回はほんまやってよかった。楽しみ。これからなこのピカピカボディが続くんやから。で今回横のところはあのコーティングしてもてないからアルミパネルのところね、そこはもうあの後日 DIY で自分でコーティングキーパーかなんかでやりたいなと思ってるんで、それはまた別で動画どっかで上げたいなと思ってます。はい、洗い替えが出たね。またそうやな、まあ、楽にめっちゃ水はじくよ。たそう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 、だからもうあの洗うのも楽になるし、まあ、これがな、まあ、ガラスコーティングやから、まあ、通常のまあ、2年とか持って3年、実際水はじきがなくなってもガラスコーティング自体は生きてるっていうらしいから、うん、その保護という形ではな、うん、効果はあるんで、すごい楽しみというかこれからいつまでもこうツヤツヤボディが届くっていうのはやっぱ出かける時になキャンピングカーくすんだよりは綺麗方がなテンション上がるしな、まあ、こんな感じで今回は、キャンピングカー FR ボディの、メンテがクリア塗装とガラスコーティングという動画になりました。はい、じゃあ大阪に向けて帰りましょう。はい、気をつけて帰ろう。はい、ワンズは今日もいません。気をつけて帰ります。はい、はい、今回の動画は以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。